ということでございまして、まあ、南の島沖縄そう寒くはなかったんですけど、なんとスマホのバッテリーが 1% になってスカスカになってしまいまして、まあ、急遽ノートパソコンを持ち出してきての、はい、キャストになりました。まあ、ゲストとしまして、源ちゃんの部下、この和田政宗参議院議員の方も参加していただきまして、いやなかなか聞けないような話をズバッと聞いたりしているんですけどね。はい、それと、今日皆さんにまたお知らせがありますけど、4月8日、4月8日の土曜日に、中山京子先生、そして中山成明先生が、まあ、沖縄に見えられまして、そこでまたあのどでかい講演会を開こうと思っております。場所の方もあの、はい、200名ほど入るところを、確保してあります。まあ、当然ながらの入場料は無料、はい、入場料無料で、中山京子先生、成明先生の、生の声が聞ける、はい、あのタウンミーティングをぶちかましますんで、またきちんとしたフライヤーが出ましたら皆様に、ご紹介をさせていただきたいと思います。さて、今日の、はい、沖縄、まあ、相変わらず非常に騒がしいですね。まあ、Facebook を見てますと、最近なんやら、平和運動の現場で関西弁が多いとかいう話が出ております。まあ、確かに私も感じるんですよね。関西弁が非常に多いと。まあ、不思議ですね。県民運動と言っておきながら現場に行くと関西弁が飛び交ってるっていう非常に不思議な状態が続いております。で、時々テレビの方も、はい、インタビューやったりするんですけど、なぜか標準語が綺麗な方がよく登場したりするもんですから、ちょっとうちなんちと思えないんだけどな、なんてね、私非常に不思議に思ってたりしております。お茶準備したったの、ね、あったったの、はい、今日もこのお茶をいただきながらちょっと行ってみたいと思います。うん、それから玲子さん、こんばんは。こう、どうですか、寒いですか、そちらは。はい、私のとこは、あ、徳川探偵さんもおめえですね。はい、もずくぐみさん、はい、今日もペッパーフレームどうもありがとうございます。それと247323さん、こんばんは、こでございます。で、六人式ゆうこと機関銃さん、鈴猫さん、こんばんは、こでございます。いや、本当にどんどん、はい、メンバーが来ていただいて本当にありがとうございます。現在145名の方が見ておられますね。さてさて、まあ、所長、後でまた地震の話でも教えていただいてありがたいです。ポンさん、どうもこんばんは、こでございます。今日はさりげなく自前のデコフレームやっております。このこれですね、はい、これ自前のデコフレームでございまして、あんだけボージャーさん、はい、どうもお疲れ様でございます。今日来ていただいてありがとうございます。こっちに来るかなと思ってたんですけど、ちょっと遠いですからね。はい、ということで、まあ、今日もいろんな話をしていきたいと思います。まあ、私の話っていうのは基本的に、そうですね、沖縄の観光とか、まあ、経済の話もしますけど、基本的に大きな財布の話がなぜか多いと私も感じております。でも、この沖縄のことを語るときに大きなお財布抜きでは、やはりちょっとね、私は役不足かななんてね、思ったりもします。今ではこの大きなお財布っていうのは一つのやっぱり観光資源化しつつあるんじゃないかなんてね、思ったりもするんですよね。まあ、週刊新潮さんが観光地より一見の価値ありということで思いっきり吹かしてましたけど、彼らはその週刊新潮のコピーを見て発狂してましたね。はい、俺たちは見せ物じゃないと思ってるかもしれませんが、どう見てもね、あの木の棒を振り回してヤンキーゴーホームマリンアウトと言って髪を振り乱す姿は誰が見てもやはり道化師であり、劇団お笑い大きなお財布と言われても致し方のないことだと思います。まあ、あんだけボージャーさんよく知ってると思いますけど、沖縄 この新聞によくね、基地反対運動の人たちが出るんですよ。するとこれ面白いんですよね。洋服とか帽子とか変えてるんですけど、ほとんど同じメンバーがじゅんぐり出ちゃってるんですよね。はい、まあ本土の方でも
なんかそういったテレビの中継とかで同じ人が何度も出てるっていう、やらせですか、仕込みっていうんですか、沖縄でも全く一緒で、県民運動の割には出てくる、インタビューされる人いつも同じ人が出てくるという、まさに裾野が全く広がっていないっていうことがあらわになっています。まあ、その証拠にこの大山ゲートでも、活動家のね、この極左暴力集団、はい、の方々、最大動員でだいたい17名、まあ17名でもすごいですよ。うちらはもうそこまでね、毎回毎回揃えられません。なぜかと言いますと、平日の朝から来てくれる方なんてそんなたくさんいないですからね。彼らは毎日が休日ですから、はい、ここに来て、はい、その若かりし頃の死をたぎらす思いを共有しに来てるわけですから、ね、まさに、はい、ここで毎回同窓会してるもんでございます。まあ、そして熱いなんかお茶もあるようですし、お菓子もあるようですし、なんといってもニラ、時々ニラをね、配ってますんでね、はい、ニラですよ、手当てではございません、ニラでございます。はい、皆さん誤解なきをお願いします。ニラ、ニラでございます。ニラですからね。そうですよね、あんだけ坊者さんね、彼らが配ってるのはニラでございます。まあ確かに卵焼きにして食べたらうまいんですけど、まあ、それが長寿の秘訣であれば私は非常に喜ばしいことではないかと思っております。さて、実は昨日から、辺野古の、この会場埋め立て工事、まあ、本格化しております。まあ、それに伴いまして、この辺野古の、キャンプシュワブの中にどんどん車をね、今工事車両とか入るようになっていますけど、まあ、それを阻止するための動きが非常に顕著化しております。まあ、ちょっとお見せしたいと思いますけど、そうですね、どれからお見せしましょうかね。やっぱりこれですね、トン、はい、どうでございましょうか皆さん。いやね、こうして道路に飛び出してですよ、車をねこうして止めてね、音がめがないっていうのはなんか私異常だと思うんですよね。なんかサンタみたいなおばさんが確かにいます。南大阪の田舎者さん下劣と、はい。でこの基地反対ノーベースと書いてる男性が立ってますけど、この方前にこのキャンプシュワブの、ゲートの門扉にこのね洋服と同じような感じのものをぶら下げていました。もしかするとそのバーナーをそのまんま、やってるかもしれません。まあ、それにはベジタリアンとかね、脱原発、あと失礼なことに被爆中って書いてるんですよ、この背中の文字、被爆中、これとっても失礼だと思いますよ。何ですか被爆中っていうのはね。この放射能をですよ、はい、放射能が降ってきた人たちのことをバカにしてるとしか思えない。そしてこの下のねズボンのところよーく見ると、皆さんうんこと書いてます。うんこ、うんこ、はい、その通りでございます。これはあんだけ坊者さんがちゃんと調べてあります。村上さんっていう当然ながら県外の方でございます。沖縄県民では、ございません。まあこれあんだけ坊者さんがいただきましたけど、まあこんなことやってますね、トン、はい、アコちゃんと愛しい地球とベジタリアン、なんですかこの新馬さん、どうもすいません。いやこれあんだけ坊ちゃんさんが発掘してきた、はい、写真でございます。これなんかね最近思うんですけど、沖縄の平和運動に参加してる連中ってのはどん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 なんか劣化してないですか。そうそう、ミサチネアさんおっしゃる通り、なんか汚らしい、本当にこういうね、なんかヒッピーって言うんですか、なんでこんな格好して生きていけるんですかこの人たち、不思議ですよね。いや沖縄に来たら反対運動に参加して生きていけるんですか、はい、いや不思議ですよね。どう見てもこんなことやっててね、生活の糧が得られるとは思わない。で見るからに
裕福には皆さん見えないですよね。この方々は私絶対この裕福には見えません。はい、そして不思議なことに、まあこの方こんなしてドンどうですか。いやー、どう見ても生活清潔感があるとはちょっと思えない。で、私思うんですよ、最近こういった人たちがあまりにもこの平和運動の現場に増えすぎてる。はい、増えすぎてます。つまり日本各地で食い詰めた連中がですね、まずはもう沖縄まで行って反対運動の現場に行けばどうにか食っていけるだろうと思ってる食い詰め浪人みたいな連中がどん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 この沖縄に流入している。そうですね、タイガーマスクさんのおっしゃる通りでございます。いや、右下のおじさん何をしたいのか。そうですね、この方も県外からわざわざ沖縄に来てですよ、なんか旅館開いてるっていう話ですね。こういった感じで不思議ですよね。いや、わざわざ県外から沖縄に移り住んでいく。で、こういったところで活動家のために、宿をね提供したりとかしてるんですよ、安くで。一泊あんたけぼうちゃんさん1000円でした、500円でしたかね。反対運動に参加することを条件に確か500円ぐらいで一泊できるような宿を経営しております。で、私がいつもとっても不思議に思うのは、県外からこの沖縄のですね、こういった辺野古とか高江の周辺に移住をしてきて活動家の方々に宿を提供する人たちっていうのは、すぐこの何もないところに宿を建てたりするぐらいすごい裕福なんですよ。裕福ね、まあ確かに沖縄タイムスが警察に逮捕されても生活に影響のない65から75歳を募集っていうふうに書いてましたけど、まさにね、県外からわざわざ沖縄に移り住んできてすぐ沖縄で宿とかあと喫茶店とかそういったのすぐパッパッパって開いて、そこに活動家や地元の人たちをね招き入れてどん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 オルグしていってる。私が不思議なのは、やっぱりこういったものを作るにもすごいお金がかかるのに、どっからこういったねお金が湧いてくるんだろうと。カノタンさん、やっぱり不思議ですよね、こういったのも。うん、いや、私本当に不思議でございます。こういったことが沖縄の平和運動の現場では恒常化している。まあ確かに乗り越えネットさんが5万円の、航空運賃を支給する。そしてそれをもらって、まあ、辺野古に行くまでは那覇から1000円で行けますから、1000円で行って辺野古の反対運動のテントに転がり込めば、あとはご飯と飲み物とそれからお風呂と寝るところを提供してもらえると。いや、これじゃあね、本当にやることがなくなって食い詰めてる人たちが見たら、沖縄そんな寒くもないし天国じゃないですか。まさに沖縄はそういったね食い詰め浪人の吹き溜まりになっているんじゃないかというのを私思ったりするんですよね。はい、まあこの抗議活動も今どん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 過激化しておりまして、そうですね、こういった風にもうゲートの前はめちゃくちゃでございます。トンはもう本当引っ張られてますね。どこのおばちゃんでしょうね。いや、でも不思議ですよ、こんなことをして生活が成り立ってるんですから。皆さんどう思いますか。これ不思議ですよね。毎日こんなこと、平日に毎日こんなことして生活が成り立っている。そうです、みのるさん、高江で見ていたことがまたここで今どん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 繰り返されている。ただね、これこうしてどかすだけで検挙はしないんですよ。ただもうどかして終わりっていう感じでございまして、もう本当はどん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 私とっ捕まえてほしいなというふうに思っているんですけどね。はい、これなんか おかしくないですか。こうしてね、機動隊に拘束されて移動させられるときに大喜びしてる人もいるんですよね。これってもしかしてこの機動隊に引っ張られたらニラの束が一つ増えるんじゃないかっていうふうに、そう
ごまちゃんその通り、ね、やっぱりあのどんどん検挙すべきだと私は思うんですよ、はい、検挙すべき。そうですね、某参議院議員もまるであのエイリアンのように両腕掴まれて空中に浮いてましたけど、はい、あどうもアリナタ JP さんですか、どうもこんばんはんこでございます。ニラの束が増えると、いや本当にもう呆れてものが言えないですね。捕まって笑ってるなんてまず理解に苦しみます。はい、もう次々に本当にやりたい放題したい放題。そしてね、これちょっと皆さんこれもちょっと笑えるんですよね、見せましょうね、トン。これゲートの前で何をしてると思いますか。これゲートの前でスピーカー音響設備を全部準備をして、はい、私最初見た時にこれ太極拳を踊ってると思ったんですよ、太極拳。はい、ところが太極拳ではなく鍵屋で風っていう踊りを踊っております。この鍵屋で風っていうのはですね、沖縄ではあの結婚式の時に前座としてあの踊られる非常に縁起のいい踊りでございまして、まあ、これから察するに彼らはこの辺野古の工事が再開されたことを心から喜び、その喜びの舞をここで踊っているという。いやしかし皆さんこの左側の赤色灯の下にちょっと見えますか、ポニーテールの御神が見えると思います。はい、ポニーテールの御神、いやどっかで見たお顔でございますね。もうこの雰囲気で皆さんすぐ、そうです、路上ですよこれ、みのるさん路上。本当にね、徳川探偵さん、沖縄の県警機動隊がもう本当に不備、みのるさんその通り千人でございます。あ、パンダさんどうもいらっしゃいませ、ここは本当にあのもうとにかく楽しく右も左もなく楽しめる、パラレルワールド、観光地として一見の価値ありの沖縄の新名所をご紹介している場所でございます。ハタポンさん元気でした、でもなんかちょっとおかしかったですよね。はい、バイオチンオンドとポンさん、いや本当に笑わせていただきますね。そうタイガーマスクさんその通り、都合が悪くなっていつも踊るんですよこの人たち。いやあの昔ねバブルの頃にホワットマイケルっていう漫画がありまして、都合が悪くなると踊って逃げる猫が非常にブイブイ言わしてた漫画がありますけど、それが今彼らは都合が悪い時とか人の話を聞きたくない時には突然踊り出すという意味不明なことをやっております。あ、どうもシェリーさんのところが見えられたんですね。はい、23110さんこんばんはんこでございます。いや本当に何と言えばいいのか、私も呆れてものが言えません。そしてね、沖縄の路上では真っ昼間からこんなことが行われております。トン、はい、どう思いますか皆さん、こういうの平日のね昼間からこんなことやってるんですよ。これ観光客に見せようとしてるのか何なのか分かんないんですけど、この人たちの組織力動員力とは確かにすごいと思いますよ。でもこうしてねやったところで何のあれも私はないと思います。効果も何にもない、まさに運動をやることが目的化した運動と、これは私はあのマスターベーションと呼んでます。そう、鈴根さんその通り、自己満足のためにやってるっていうことですね。それとこの彼らは一生懸命あの応援してるの尾長知事、その尾長知事はこの沖縄県を観光立県と言ってますよね、観光立県。まあ確かに沖縄っていうのは観光っていうのは非常にあの大事な産業の一つでございます。その観光がですね、賑やかな場所がありまして、それがあの北谷町美浜、ここは若者たちが集まる一つの観光のメッカになっております。そこに集まったいわゆる大きな左翼、こんなことをやっております。トン、本当にこのね
この沖縄のこの左翼のこのパフォーマンス、これ一体何なんですか。これビールのねこの箱の上に乗って何ですか、この変な面をかぶって、で基地反対のね山城宏次を釈放しろって書いて、で遠目から見るとこの格好を見ると、あの若い連中かななんて皆さん思いますよね。パッと見た目ちょっと若い連中のような感じしませんか。ところがあの左端の2人を見ていただければわかると思いますけど、外見は若いふりをしていますけど、やってるのはジジババなんですよね。いわゆる警察に逮捕されても生活に支障のない影響のない65からミノルさん、沖縄シルバー部隊、その通りでございます。おじいとおばあたち、はい、もう本当に心からもう信じてるんでしょうね。はい、まあ、まさに劇団あのお笑い沖縄左翼、もう本当にね、どうしましょう皆さん、こういうのばっかり本当お見せするのも心苦しいんですけどね、これがまあ現実なんですよね。はい、そして今日もこのような形で、車の前に飛び出していました。はい、どうでございましょうか。これ今日のだったと思うんですけど、これによって、この329号線、これこうしてね片側1車線の道路が封鎖されて、もう一般車両も通れなくなるんですよ。はい、彼らはいいですよ、自分たちが車止めたって言って満足してますから。今日は15分止めた、1時間止めたって自慢し合ってます。ところがですよ、こうして道を塞がれることによって通れない人たちどうなるんですか。結局この人たちは地元のためにやってあげてるんだって言いながら、地元の人たちに迷惑をかけることしかやってないんですよ。本来であればですよ、別な方法を取るべきだと私は思ってます。そしてこのように車の前に飛び出て片側一車線しかない道路を封鎖して、後ろから来る一般車両、この奥の方にたくさん見えますよね、一般車両をこうしてね完全に止めてしまう、ね、こう止められるとすれ違うのも大変なぐらいですよ。そして突然そばから飛び出てきたりする。そう、本当に県警どうにかしてくれって私言いたい、これね。はい、いやこういうふうに上下線同じようにされたら救急車なんて通れないと思いますよ。うん、当然ねこの連中は絶対にこのトラックが自分たちは引かないっていうのを信じてるから、相手を信じた上でこういった行為に出てるんですよ。だから今日ねこれ見てる公安関係者、警察関係の方々、もうこんなしてね、好き勝手させないで、どんどん往来妨害で逮捕してくださいね。あ、T.U. さんどうぞどんどんこちらに呼んできて構いませんので、はい、ね、こういったことを見逃すからどんどんやるんですよこの人たちは。そうです、ラプターさんその通りね、入学式、あ、試験の時に同じことをやってましたね。はい、24732のおっしゃる通り、車が止まった分経済も止まると、その通りでございます。でもね、反対運動にシンパシー持ってる人たちここ見てますよね。こうしてですよ、車を止めることをね成就させるために一車線しかない道路を塞いで一般の方々に迷惑をかけることをどう思いますか。こんなことをするから地元の人たちにどんどん嫌われていくんですよ、ね、だから元の商工車工業組合の飯田会長が私に言った、なんて言ったか、この反対運動連中は地元のパーラーでコーラ一本も買わない、残していくのはゴミと糞尿しか残していかないんだと。このね辺野国の公衆便所、そこも勝手に使う、紙も補充しない、挙句の果てにね何を爆発させて便器を汚す、で掃除もしないね、そんな連中にもう飯田会長我慢できずに、お前らもうトイレ使うなと、次使ってみて許さんぞっていうことでガツンと言ったら、今度はコンビニのトイレを使いまくる、コンビニでは商品は買わない、ね、トイレだけを使う、突然このトイレの紙
そして水のね使用量がガンと増えた。さすがにたまりかねてあるコンビニはもう抗議活動の方はトイレだけの使用はやめてくださいということで、そしたらもう一つのコンビニにまた集まった。でそこでキャパシティが足りない、すると近くにある公共施設に押しかけ、そこはあの名簿に名前を書かないと入れてくれないところで、そこでまた偽名を書いて、ね、トイレに入るためだけに名前を書いて中に入る。で車はどこに止めるかというと、やっぱり65から75の人たちですから、はい、新商社のスペースに堂々と止めているというね、まさにハレンチ極まりない。でこういった写真も新聞に書かれば美談として書かれるんですよ。はい、ね、非暴力の抗議活動の皆さんが身を挺して車を止めたと言って美談として書かれる。しかし私は地元の人たちと話をしている。地元の人たちの苦しみも知っています。まあそういった中でこのようなことが恒常化し、今後あのこの地元の人たちにどん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 やはり不利益が降りかかっていくんですよ。そしていつかは救急車も通れないような、そんなことが起きたとき、果たしてこのね反対運動をやっている人たち責任取れるんですか？私思います。本当に地元のためにやってるっていうね自負があるんだったら、ね、地元の方々に迷惑をかけないような、ね、抗議活動をやったらどうですか？それにね、地元に押しかけて、地元のね、方々に迷惑かけるだけじゃなくて、地元で弁当ぐらい買ったらどうですか？この方々のね、私弁当見ましたよ。はい、写真で。いや、写真入手したんですよ、あるところからね。何だったと思いますか？彼らを支援している蚊がつくね、蚊がつくスーパーの弁当でしたよ。結局地元から買ってないんですよ、何にも。こうしてね、地元から弁当も買わない、飲み物も買わない、何にも買わない、残していくのは本当にねゴミと糞尿だけ、ひどすぎます。辺野古のね下の海側にあるテントのそばもぜひね見てきていただきたい。すると彼らがいかに下劣なことをしてるかっていうの分かります。もう本当にゴミも捨てていく、基地のこのフェンスのそばに横断幕は言われていく。もう本当にねやってることがもう地域を汚すことしかやらない、地域清掃にも参加しないね。で地元の人たちが邪魔だからどいてってもどきもしない。はい、お、あんだけボージャーさんから素晴らしい言葉が来ております。最近一部買うような人もいるんですけど、領収書を要求してるっていうことで、領収書でございます、領収書。まあそのようなことがね、まあ恒常化してる、この抗議活動の現場、私は今後ねもっともっともっとあのひどくなっていくんじゃないかというふうに思っております。それをやはり、鎮静化するにはやっぱり力、警察の強制力が必要になってくるでしょうね。道に飛び出したら往来妨害罪で検挙する、当然ながら罰金刑を食らわせばいいんですよ。それをどん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 やればですね、にらでは追っつかないぐらいになりますよ、ね、一人じゃないです、どん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 何名でも何十名でも低くればいいんですよ。脇に避けてそれで終わるからまた飛び出してくる、これの繰り返しを延々とやってきた。私たちはずっと以前から言ってる、こんなことしてるから彼らはね図に乗って同じことを繰り返すんですよと。だから彼らにお気を据える意味でも、順法精神をねやはり分からせるためにも、やはりそのようなことをやったら検挙、往来妨害罪で検挙、もしくは威力業務妨害で逮捕ですよ、現行犯で。そして送検していればいいんですよね。那覇地検の例の検事がいましたよね。M 検事でしたかね。はい。被害者に、ね、被害届を取り下げるような圧力をかけた M 検事。今大変なことになってますよ。はい。今全く電話かかってこないんですけど、なぜだと思いますか？霞が関から雷落ちてるんですよ。はい。霞が関ですよ、皆さん。もう意味は分かりますよね。今後、はい、M 検事は
いろんな面ですごい大変なことになっていくと思います。本当にね、権力を傘に、はい、それと先ほどの、辺野古の滑走路建設に私が推進署名をしていないっていう件なんですけど、私ロバート・ディ・エルドリッチ博士、辺野古の滑走路建設はこれはベターではあるがベストではないと、まさにねその通りでございまして、じゃあベストは何かというと、やはりドクターが提唱していました、カツレン沖に、まあ、3000メーターの滑走路1本もしくは2本作る案が一番良かったんですよ。つまり岸から離れたところに滑走路を作る、関空をねちょっと皆さん思い浮かべていただければいいと思います。関空のような形で海に、ね、浮かんだ、まあ、巨大な航空母艦のような埋め立て地を作り、まあ、そこに滑走路を作ってですね、まあ、周囲が海ですから、また陸からも離れてますんで、騒音そして事故に対しても非常にアドバンテージのある、基地が作れたと。はい、しかしまあ沖縄ではやはり北部侵攻っていう、そういった悪く言えば、はい、利権ですよ、悪く言えばね。まあでもこれがないと北部は成り立っていかない部分があったっていうこともやはりこれは事実でございます。まあ、基地この滑走路建設と引き換えに、まあ、振興策をいただき、これから北部を活性化していこうっていう地元の人たち政治家の思いっていうのは十分理解はできます。ただ、この東アジアの安全保障、そしてこの米軍の、プレゼンスを考えた時に、今回辺野古に作られる V 字型滑走路ではもう明らかにこの米軍の、ポテンシャルが低下をする。はい、1600メーターの滑走路が2本、まあ、名護市議が2つ合わせれば3200メーターになるので、これは現在の2750メーターに比べると長いので、これは強化だっていうふうに言った。もうこんなね、本当にもう頭のおかしい連中が市議やってるんですよ、沖縄では、ね。まあ、そんな連中にはこのドクターの話は絶対に理解できないと思います。まあ、そういったことも私ありまして、いやこれ辺野古の方は積極的にまあ進めるっていうのは私はいかがなものかっていうことをね、今でも思ってます。できれば、はい、大きなもん別に作った方がいいんじゃないかなって今でも思ってますけど、これを保守系の集会で私が行ったら、同じ保守系の方々からせっかく辺野古に決まってるのに邪魔するようなこと言うな、黙れお前はって散々に言われましたけどね。ただ私は100年、まあ、10年、20年、50年後のこの東アジア極東地域の安全保障を考えたときに、やはりこの1600メーターの V 字型の滑走路2つよりは、まだ3000メートルの滑走路2つの方がずっと戦力としても、で将来この沖縄がさらなる観光地として栄えたときに民間空港としても活用できるんじゃないかというふうに思いました。はい、まあ、そのような考えもありまして、ロバート・ディ・エルドリッチ博士には大変、まあ、お世話になり、学ばせていただいた部分もございますんでね、まあ、これからもまた博士の、いろんな、考えをまた学びとして、まあ、受け入れていきたいと思っております。さて、今日も42分、あとちょっとでまた番組始まりますね。今日も平橋さんまた絶好調で三味線持ってきても準備しておりますんで、また生中継でガン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 、おあ、そうだ、これだこれだこれ、シアンちょっとよろしくお願いします。はい、7000万の、50周年記念のランボルギーニのすごいやつ来ますからね、ピカチュウバージョンの。おお、もう今もうその段取りでね、もうあちこちもう翻弄して大変なんですけど、もう今日は宣伝も兼ねてそしてプロの民謡歌手の吉田さんシーメンズの吉田さんも来ますんで、ちょっと左翼ネタは控えめでギャンギャン盛り上がっていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、ということで、そろそろ第2部の準備に移らせていただきますので、これで終了させて、あ、マカオさん見えられるんですか、いいですね、ぜひ見えられてください。はい、まあ、ピカチュウのピカチュウ仕様のダンブルギーニなんて信じられませんね、これ本社がなんか文句言うんじゃないかと思ってますけど。はい、ということで、今日
182名の皆さん、そしてコメント1270件いただいております。今までの記録でございます。まあ、このような形で沖縄の今を、これからも発信していく、このボギー大佐の言いたい放題、ぜひこれからも、お引き立てのほどよろしくお願いします。では準備の方に入りますんで、また15分後にお会いしましょう。では後ほど。